きなりだけど、茨城スタンちゃ知ってっけ？新年のげ、おめえら土浦祭で茨城スタン新年じゃダメだっぺよ。したっけ、しゃあねえから特別に今日は教えてやっから。茨城スタンっつうのは、地毛をちょんまげとアフロにしちゃゴージャッペな二人組の土浦出身の YouTuber なんだ。体張ってバカで笑える面白い企画もあれば、時には真面目に地元茨城の魅力を綺麗な映像で伝えたり、情報発信のためのイベントの参加や県民の疑問を体張って検証したりと、すげえやつらのことなんだっぺよ。茨城スタンのいいとこっちゃ他にもあって、土浦市で開催されたロックフェスを勝手に盛り上げに行っちゃったり、地元のおすすめスポットさ行ってみて自らレポートしてみたりと、地元のためなら何だってやっちゃ若き土浦の指定ボーイなんだわ。こんな面白いやつらが土浦市を PR してたら面白くなっちゃうべよ。興味湧いっちゃうべ。企業さんには出せねえ YouTuber ならではの視点の面白い企画と、個性が爆発、ちょんまげとアフロ、二人の人間味とインパクト、さらに裏方にはもとテレビマンときた。こんなやつらの伸びしろは麦もねえがんな。近い将来、マジで茨城県 YouTuber って言えば誰だっぺって聞いたら、茨城スタンって答える人がこら増えること間違いねえね、これね。うん。土浦市 PR すんなら茨城スタンだっぺよ。いや、どうも。